達川小糸は、落語家。公益社団法人落語芸術協会所属。愛知県名古屋市天白区出身。本名は、小口直屋。出林虎大寺、縄文、五売に、東花。1984年、東京都生まれ。父親の転勤に伴い、3歳の時に、北海道札幌市に転居。その後、 小学校3年生の時に再度転勤のため、愛知県名古屋市に移り住む。スポーツは万能。小学校の時は夏は野球部、冬はサッカー部に所属する傍ら、学外でのリトルリーグやクラブチームでも活動する。中学時代、サッカー、愛知県代表監督からスカウトされ、ゴールキーパーとして県代表チームのトレーニングにも参加。 将来有望な選手として期待された。しかし、この頃からバイクの魅力に取り憑かれ、生活態度が乱れ始める。このためサッカー推薦による高校進学も断念せざるを得ない状況になり、人生初の挫折を経験する。高校には進学せず暴走族、天白スペクター名古屋支部の12代目の総長になる。18歳で暴走族を卒業後、2002年上京。 新宿のレストラン赤レンガでアルバイトをしながら生活を始める中、お店で現在の師匠である立川恋、の登るの落語独演会が開催される。演目は芝浜。一目で師匠の落語に引き付けられ、打ち上げの席で弟子入りを直訴する。入門を認められ、前座となった2005年に TBS にて、 とキの長瀬智也主演によるドラマタイガードラゴンがオンエアされたため関係者からはモデルになったのではと冷やかされた。まさにタイガードラゴンの証拠昭和原独落語心中の与太郎田中広文の笑いおいて梅久さし謎解話シリーズの梅久さし落ちで行く男であり規格外の落語家である落語界きってのイケメンとして知られ レオンなどファッション誌にもモデルとして登場する。芸能マネジメントはグアンバールに所属していたが2020年4月よりフリー。芸能人との交友も広く、片岡幸太郎の再婚相手を紹介したのがコイトという縁で新内昇進の時は幸太郎から後ろ幕を送られている。また新宿末広系での新内昇進披露工業にはおぎやはぎが特別出演して、 漫才を披露した。2020年10月7日放送のフジテレビ、ほんまでっか。TV、浅田真央が、お見合いで連絡先交換&、新メンバー発表 SP で、同じ名古屋市出身の浅田真央との公開をお見合いに、お笑いタレントなどと共に参加。候補者の中から、顔がタイプと、相手として指名され連絡先を交換、話題となった。 2021年4月29日のテレビ番組内で、奇襲のドンファン事件を特集した際、レギュラー出演のコイットが、同事件で逮捕された25歳の元妻を、本当に一人で覚醒剤とかやっているならば、この人精神障害者なのかなと発言し、すぐに、石井良二が、それに関しては全くわかりませんと補足した。その後、番組終盤で、石井が、憶測による発言で、 障害者の方が犯罪を起こすということでは決してありません。お詫びして訂正いたしますと謝罪し、続けてこいともどうも大変に失礼いたしましたと謝罪した。ありがとうございます。